チュランディ・マルティナは、オランダの男子陸上競技選手、専門は短距離走。2010年10月のオランダ領アンティル解体までは、同所属。マルティナの自己記録は100メートルが2012年8月ロンドンオリンピック、準決勝で記録した9秒91、200メートルが2016年8月、ローザンヌで開催された IAAF。ダイヤモンドリーグアスレティッシマで記録した19秒81であり、これらの記録はそれぞれオランダの国内記録である。身長178センチメートル、体重74キログラム100メートルは、追い風参考記録ながら9秒76も記録している。マルティナは1984年キュラソー島に生まれた。1999年初めて国際大会となる。世界ユース陸上競技選手権大会100メートルに出場し、準決勝進出の成績を残した。2000年と2002年の世界ジュニア陸上競技選手権大会にも出場したが結果を残すことはできなかった。2002年ブラジルベレンで開催された南アメリカ競技大会100メートルにおいて優勝。これが初めて得た国際大会のタイトルとなった。2003年に100メートルの自己記録を10秒29まで伸ばし、6月にセントジョージズで開催された中央アメリカカリブ海陸上競技選手権大会にオランダ領アンティル代表として出場した。また8月のパンアメリカン競技大会100メートルにも出場し、準決勝に進出した。8月24日には世界陸上競技選手権パリ大会100メートルにおいて、初の世界選手権出場を果たしたが、モーリス・グリーンと同組の一時、予選8組5着となり敗退した。2004年8月アテネオリンピックに、オランダ領アンティル選手団3人のうちの一人として、自身初のオリンピック出場を果たした。開会式では、母国選手団の旗手を務めた。5月サントドミンゴで開催された競技会において自己記録を0秒16短縮する10秒13を記録するなど2004年はマルティナにとって記録を大きく向上させた年となった。2005年中央アメリカカリブ海陸上競技選手権大会では100メートルで3位に入り銅メダルを獲得したほか400メートルリレーでオランダ領アンティルチームのアンカーとして銀メダルを獲得した。またチームはオランダ領アンティル記録を更新した。世界陸上競技選手権ヘルシンキ大会400メートルリレーではチームの決勝進出に貢献し、6位入賞の成績を残すとともに国内記録を38秒45に更新させた。男子100メートルにも出場したがこちらは2次予選敗退の結果に終わった。2006年4月、エルパソで開催された競技会において100メートルの自己記録を10秒04に更新した。7月、中央アメリカカリブ海競技大会に出場し、100メートルでは10秒06の大会新記録を樹立して優勝した。400メートルリレーでもチームを優勝へ導き、2つ目の金メダルを獲得した。2007年6月、マルティナは、パンアメリカン競技大会100メートルで大会記録タイの10秒06を記録して優勝した。8月、世界陸上競技選手権大阪大会では100メートル、200メートルともに決勝に進出し、いずれも5位の成績を残した。9月22日、IAAF ワールドアスレチックファイナル100メートルに出場し6位となり、この年の競技を終えた。2008年8月、マルティナは北京オリンピック開会式で2度目の母国選手団旗手を務めた。100メートル2次予選では初めて10秒の壁を突破する9秒99を記録し、同種目のオランダ領アンティル記録を更新した。準決勝をアサファ・パウエル、リチャード・トンプソンに次ぐ3着で通過し、この時、同国国内記録を9秒94に短縮した。決勝では、ウサイン・ボルト、トンプソン、ウォルター・ディックスに次ぐ4着。メダルに届かなかったものの決勝では9秒93の記録を残し、この大会で3度国内記録を更新する走りを残した。2008年8月20日、マルティナは200メートル決勝で19秒82を記録して、ボルトに次ぐ2位に入った。これは、オランダ領アンティル記録の更新、また1988年、ソウルオリンピック男子セーリング競技銀、メダリストジャンボ・アスマ以来となる同国2つ目のオリンピックメダル獲得かと思われた。しかし、決勝の1時間5レーン信頼の違反があったとして、マルティガは失格とされた。当初3位に入った、ウォーレス・スピアモンが走行中に、内側のレーンに侵入したとして、レース直後に失格となった。アメリカ合衆国陸連がスピアモンに関する決定を不服として抗議し、その時映像を確認してマルティナが同様の違反を犯していることに気がついた。アメリカ合衆国陸連はマルティナに対する異議を有利に進めるために、スピアモンに関する抗議を取り下げた。これらの結果、ショーン・クロフォード、ウォルター・ディックスの2人のアメリカ合衆国選手が、それぞれ2位と3位に繰り上がり、メダルを獲得した。しかし8月24日、オランダ領アンティルは、アメリカ側の抗議が IAAF の規約が定める結果発表後の30分以内に行われたものでなかったとして、また、オランダ領アンティル側が所有する非公式映像によると、レーン侵害がなかったとして、マルティナの失格を無効にするよう、スポーツ仲裁裁判所に提訴した。2008年8月28日、銀メダルを獲得したショーン・クロフォードは、スポーツマンシップを示して、メダルをマルティナに送ったが、マルティナも同様の精神を示して受け取ろうとせず、後にクロフォードの元へとメダルを返した。2009年3月6日、スポーツ仲裁裁判所は、オランダ領アンティルの訴えを棄却した。2009年6月1日、オランダヘンゲロで開催されたファニー・ブランカ君ゲームズにおいて4度目の9秒台となる9秒97を記録した。8月15日、世界陸上競技選手権ベルリン大会では100メートル2次予選でダニエル・ベイリー、ウサイン・ボルトと同組の5組4着に終わり、北京オリンピックほどの活躍を示すことはできなかった。9月12日、テッサロニキで開催された IAAF ワールドアスレチックファイナル100メートルに出場し10秒20の記録で6位となった。2010年7月26日、中央アメリカカリブ海競技大会100メートルでは、ダニエル・ベイリー以下を退け、自身の大会記録に0秒01と迫る10秒07を記録して優勝した。2011年の世界陸上競技選手権大会は100メートルで、準決勝3組6着、200メートルは準決勝 DNS だった。2012年6月、ヨーロッパ陸上競技選手権大会200メートルで優勝、7月1日の400メートル決勝でも第2走者を務めて、オランダの優勝と国内新記録樹立を達成した。その他、2006年6月13日にエルパソで開催された競技会100メートルにおいて追い風参考記録ながら9秒76を記録したことがある。また2008年11月14日、レイワルデンで開催されたドミノデーに参加して倒れゆくドミノと30メートル競争を行い、これを追い抜いたことがある。ありがとうございます。